ロンダ・スミスは、カナダ出身のベーシスト。プリンス、ジェフ・ベック、チャカ・カーン、ブライアン・カルバートソン、ビヨンセなどのミュージシャンとの仕事で知られている。ロサンゼルス在住。カナダのノバスコシア州ハリファックスで生まれ、彼女の子供時代、家族はモントリオールに引っ越した。12歳の頃から、兄のベースを借りて弾き始め、モントリオールのマギル大学で、ジャズパフォーマンスを学び、 地元のロックシーンである程度の経験を積んだ後、カナダのアーティストであるクロード・デューボは、ダニエル・ラボは、ロバート・シャルルボは、ジェームズ・ブロビンとの共同作業を開始。ジム・ヒルマンとマーリン・ファクターとの仕事で、ベストコンテンポラリー・ジャズ・アルバムで、柔能賞を受賞した。ドイツの音楽コンベンションに参加している時に、スミスは、シーラ・イーに出会う。 プリンスが新しいバンドを結成していることを知り、シーライーにプレスキットを渡した。2ヶ月後、プリンスから電話があり、ペイズリーパークスタジオに行き、1996年のアルバムイマンシペーションのレコーディングに参加。2009年までプリンスとレコーディング及びツアーを行った。2006年、シーライーによる女性グループ、クロニクルズ・オブ・エブリー・ディーバをキャット・ダイソン。 カサンドラ・オニールらと結成。キャンディ・ダルファーとも共演した。2006年と2009年には来日もしている。2012年以降は、タル・ウィルケンフェルドの後任として、ジェフ・ベックのバンドに参加。2000年に、彼女は最初のソロアルバム、インテリー・ポップをリリース。2006年には、RS2 をリリースした。影響を受けたベーシストに、スタンリー・クラーク、ジャコ・パストリアス、ゲディ、 D. クリス・スクワヤ、ロン・カーター、レイ・ブラウンの名前を挙げている。ソロ名義ニューパワー・ジェネレーション。ありがとうございます。